どうもこんにちは、ゆうげんでございます。今回もよろしくお願いいたします。ということで、今回はですね、前回手に入れましたゆずるくんのね、スチルを見ながら、前置きの方をさせていただきたいと思います。で、前回まで4本連続でね、撮ったんですけれども、それぞれに対してご視聴コメント、いただきまして、本当にありがとうございます。で、本当にね、コメントもたくさんいただいちゃってありがたい限りなんですけれども、まあ、できる限りね、お返事をしていきたいと思います。で、まずそうだ、まず初めに報告しなければいけないことがありました。今回からですね、中古なんですけれども、新しい PS2 の本体を買ってきました。で、ちょっと最近ね、すごい先代の PS2 君が不調だったので、まあ、そろそろ買い替え時かなと思っていたんですが、いよいよね、代替わりをいたしました。まあ、これでね、まあ、ディスクの、ね、読み込みの調子が良くなって戻ってくれるとありがたいですけれどもね、まあ、そんな感じでやっていこうと考えております。あと、コメントの中で、そうそうそう、ゆうげんさんの歴史うんちく勉強になりますというね、まあ、嬉しいコメントをいただきました。ありがとうございます。ただですね、まあ、割と裏も取らずに、まあ、適当に話しておりますので、まあ、話半分でね、聞いていただけると幸いです。で、あとゲームの中でのコメントですが、まあ、もっとね、人物のメモを確認していこうというコメントもございました。そうですね、そのこまめなチェックっていうのを心がけていきたいと思っております。まあ、ただですね、まあ、動画の中ではそのメモを見ているシーンはだいたいカットをしておりますので、まあ、全くね、見てないわけでないということもね、まあ、一応ご承知おきください。まあ、とはいえね、すぐ忘れちゃうのでね、私なんかはまあできるだけチェックしていきたいと思います。はい、コメントありがとうございます。で、なかなかね、その少なくとも4パート分のコメントのお返しだけでも、なかなかね、全部お返しできないので、まあ、もしもね、今後続ける、またね、連続パートでやっていくとするとすれば、その都度お返ししていきたいと思いますので、こちらもあらかじめご了承ください。ということで、じゃあ本編いきましょう。さて、いつもね、あ、違う、初めてじゃない、いつもね、この最初の前置きのところがなぜか緊張するんですよね。何十回やっても慣れないですね。さて、長い長い熊野の章の続きですけれども、一応ですね、始める前に少し、経験値を貯めて、また、レベル上げをね、しておきました。まあ、そんなにでもないと思うんですけど、こんな感じで。で、それに伴って陣形が割と適当になってるんだよな。そうか、ボス戦とかあるから備えていかなければいけないけど、一応全部の術が使えればいいか。あ、今水が使えないね。じゃあちょっと水使える陣形にしよう。はい、じゃあ一応ね、こんな感じにしてみました。ちょっとね、マソミ君をベンチに入れてしまったのは忍びないんですけども、まあ、そろそろ多分中ボス出てくると思うので、一応戦闘に一番適した感じになってるかなと思います。さて、前回の続きなんですが、そうそう、目的地はここなんですけど、まあ、またね、ここ戻ってみて、まあ、なんかイベントがあるかなっていうのを見てから行きたいと思います。じゃあまた多分カットしていくと思いますので、ではでは。ミコ、大丈夫？疲れていない？うん、大丈夫だよ。なんだ？白龍こそよく頑張るな。うん。けど、ほんと険しい道だよね。あれ？日差しも強いしさ、そろそろ一休みしようか。同じやつか、これが。貴族、久々ですね。こりゃ、そこの者ら、止まらぬが。あれ、俺たちの他にもこんなところに来る人がいるんだね。これ同じイベントか。この声がね、なんか似てるとか、フルボイスって言われるけど、そんな意識して真似はしてないんですけど。こりゃ、のんきに話しておるでない。高貴な方のご意向で、ここは今通行止めであるぞ。そう、知ってる。すまん、じゃあ、これ略で。はい。結構面白そうだった。もう一回見ようかな。なんじゃお前は。まさか、うわぁ、鬼じゃ。
リズバウン先生怒った。クロウさんも怒った。なんて失礼なやつなんだ。だが、これで通れるようになった。行くぞ、ミコ。え？いいの？はい、先生。確かこの先に熊野川を溢れさせている怨霊がいたはずだよね。え、ちょっと待って。あれ？よし、ここに行って熊野川の増水を止めよう。ちょっと待って、ちょっと待って。落ち着いて。適当にやっちゃったらなんか、行く先が変わったぞ。いいの？ここ無視して。あ、一回熊野川でなんか、ここも通れないよねってなったんだっけ？あれ大丈夫か？こういう時こそ情報だ。いや、すいません。どうせ追い返されるんだと思って、流し読みしちゃいました。あ、そうそう。あと、白龍くんを大きくしないで、もう、そういう選択肢もあるみたいですね。だから、そう、これで音量先に倒してしまうと、白龍が大きくなれないんだけど、これでいいのかな？まあ、とりあえず行ってみますか。大丈夫かな。ん？ん？お、これがあれかな。あの、私たち退陣しに来たんです。ああ、来ましたね。これも一周目で見たイベントですかね。あ、あの時の、そうそう。そうか、ちょっと知ってるのか。舞を舞ったから。ね、こんにちは、お久しぶりです、王さん。そう、竜神の舞姫ではないか。神聖園での儀式以来かの。このようなところでいかがした。俺たちも本宮大社へ向かう途中でね。熊野川を通れない理由があるなら、そいつを片付けて通るまで。あ、そうか、熊野川行かなかった結果、そうか、そうそう、だからさっきの前の目的地は熊野川が通れないことを知るイベントだったんですよね、そういえば。そうだそうだ。じゃあそんなに行かなくてもいいとかだったのかな。で、貴族を一括しちゃったから直接行けるようになったのかな。そなたが一緒であったか。なるほどの。後白河院、私からもお願い申し上げます。どうか我々をこの先へ通していただけないでしょうか。ほう、苦労まで一緒とは、これはまた。王様もね、お見通しなのかな。そうか、義経さんは知らないんだね。恐れながら私たちはいかがしましたか。いやはや、これは驚いた。え、どうやらそなたは一代の女傑のようだなと。なるほどね、ここでわかるわけですね。なるほどね、もう源氏と平氏の、ね、双方のね、超大物。あ、同じこと言ってる。世も平家、源氏の双方と吉宮を通じ、日本一の大天狗なのと言われたな。ねえ、日の本一と言ってもいいか。このような組み合わせ、世でもなかなか見られぬ。そなた大したものだろう。実に面白い娘だと。はって。わかるでしょ、ゆで子、今なら。そう。そなたならば、この先の怪を鎮めることもできるかもしれん。さあ、通ってよいぞ。世のためにも川の怪異を沈めてみせてくれと。まあ、最後噛んだけど。はい、頑張りますね、法皇様。法皇様、何をあんなに面白がっていたんだろう。ゆうこ、わかるでしょ。ね、一周目で見たように、マソミくんがね、実は今や実質的な、ね、平家の、兵士の引き取り役っていうことになってるから。ミコ、大したものだって、褒めてたって、素直に喜んでくれる。後白河は分かるんだね、私の巫女がすごいってこと。そうなのかな、からかわれた気もするんだけどな。いずれにしろ通行の許可が下りたのだ。この先を調べられるな。よし、じゃあ行こうか。行きましょうかね。さあ、
さあ起きますよ、例の。ああそうか、あそうか、1周目と全然違いますね、通り方が。そうそう、黒を無理やり通行止めを突破したことを気にしているんですか。少しな、白が足りなかったかもしれん。いやでも法王様が OK って言ってくれたからいいんじゃないですか。やっちまったことを気にしたって村田で、とっとと忘れちまえよ。そうか、逆にこのこれを不行き届きとして、そうか、お兄さんに怒られる可能性もあるね。お前は気楽なものだな、俺はお前とは違う。こんな上流でも川が増水していると、渡るのは難しいな。巫女、何か来るよ。来たか。白竜がこんなに緊張するなんて、用心した方が良さそうね。ここまで来て見てるだけってわけにもいかないだろ。渡れる場所を探すぜ。よし、探そう。あるかな。あった。あ、来ましたね。そこの武士の方、この川を渡るのはお許しになってと。なんだって止めるんだよ。この川には恐ろしい音量が潜んでいるのです。熊野詣に来た私の夫とトネリたちもその音量に飲み込まれてしまい。怪しいね。川を渡っている最中に襲われたら戦えないよね。何か策を考えなきゃならないな。そうですね、危険だと分かっているのに無茶はできない。まあ待てよ。よ、女房さん、あんたこんなところで残って何してるんだい。旦那も家来も食われちまったってのに、なんで帰らねえんだよ。そうだそうだ、川を渡ろうとすると連中みんなに忠告しないといけないわけを教えてくれない。あの、それはその。さあここで義経さんが、そう、正臣、女性にその言い方はないだろう。頼るものをなくして心細いものに咎めるような口を聞くな。さあ純粋な義経さん、ああ、あなたは優しい方なのですね。そちらの方のような怖い武士の方ばかりかと思いました。見ろ正臣、お前のせいで怯えてしまってるじゃないか。おいおい、ナイト気取りもいい加減にしてくれよ。ナイト、ほんとよね。ナイトだよね。クロさん。確かこの人は音量のバカやつだったんですよ。マソミ君、その人音量だよ。気をつけて、クロさん、その人音量だよ。私もこの人どこか怪しいと思う。これは、どっちだろう。だからどっちかのルートじゃない。で、難しいな、これ。だから、クロさんが音量じゃないって信じているのに、もしも、音量だよって言ったら、クロさんが傷つく可能性があるよね。ちょっとここは、中立でいこう。私もなんとなくこの人、どこか怪しいと思う。ゆえこ、お前もこの人を疑うのか？白状のものだな。ああ。ああ、忠告したゆえに、疑われるとは何と情けない。親切が仇になるとはこのことでしたが。どうか落ち着きください。俺はあなたを疑ってなどいない。なんと優しい。今はあなただけが頼りです。黒川面をよく見てみなさい。先生、川面ですか。顔に影が映っていない、その女房の姿だけ。本当だ、これはどういう。己鬼め。あ、そうか、リズバンさんも鬼なんだ。鬼と言われてるんだ。今一歩で竜神の御子供を亡き者にできたもの。ずっと隙を狙っておったというのに、神仏の奴らじゃここで飲み込んでくれるぞ。さあ姿が変わった。そうなんですよ、本性出したな。やっちまうぜ。さあ正臣くんベンチだけどね。巫女、私は怖くないよ。よし行こう。さあ敵は水だということは土属性ですな。じゃあみんなで行こう。地府再破帰る。力を合わせれば必ず勝てる。龍脈に眠る気を目覚めろ。地は苦音にしてその気も無休なり。地府再破。地府再破どう。あ、守ってくれてありがとう。お前が倒れては八王の意味がない。かっこいい。巫女、今だよ。
ちょっとだけリズバーン先生のアップはラインハルトに見えた。銀エデンの、まあ、ただ金髪だってそれだけだよ。さあもう一発いこう。力を合わせれば必ず勝てる。龍脈に眠る気を目覚めろ。血は苦音にしてその気も無休なり。血不再破。お、全体ここいか、これなんだ、いて、痛くない、今だよ、痛くないね、大丈夫だね、よし。じゃあもう一発。力を合わせれば必ず勝てる。龍脈に眠る気を目覚めろ。あー、この色綺麗ですね。その気も無休なり。血不再破。ドン、変えるね。やったー、難敵相手によく戦い抜いたな、うん、よかったよかった。三地不再破で勝ちましたね。お、知恵。一時はどうなるかと思ったけど勝ててよかったね。先生ありがとうございました。先生のご指導がなければ危ないところでした、うん、きっかけはこの男だ。ん？俺のことか。そうだな、誰よりも早く音量の異変に気づいたのはマソミだったな。うん、さっきの選択肢はどうすればよかったんだろうな。すごい洞察力だ。ただのラッキーまぐれ、運が良かっただけさ。謙遜するな、部門の家に生まれていたらいい武士になれるだろうに。おやおや、武士とかそういうのは勘弁してくれよ。家だろ何だろは堅苦しくてダメだ。わからんやつだな。まあ構わんが、ねえマソミ君は一体どういう思いで、なんて言うんだろう、今行動してるんだろうかね。二人の絆が高まったっぽいね。しばらくすると川の水位は下がっていった。影時さんの調べたところでは、あの音量がこの辺り一帯の決め子を水域に書いていらっしゃったらしい。ああ、あの音量一帯で相当強かったんですね。熊野の決め子を変えるなんてすごい音量だったけど、封印できてよかったね。そうなの、無事なんとかなったね。気になるわね、今の音量のこと。何が？今は音量のことよりも本宮大社へ急ぎたい。俺も苦労に賛成だ。お、これがあれか、二人の意見が一致するってやつか。音量には勝てたんだから、もういいだろう。さっさと忘れようぜ。今の音量のことだけど。あー、やっぱり気になる。早く忘れてしまおう。これ落ち着け。だから、確かに、いろいろ気になるよ。知りたいですけど、多分あのメモのヒントは、要するに、クロウさんとマサオミ君がせっかく意見が一致してるっていうのがヒントなんで。だから、二人の意見に従うっていうか、同調することが、おそらく、プラスにつながるんだと思う。プラスにつながるというか、要するにクロウさんルートに近づくと思うんですよ。だから、私も同調しよう、ここは。早く忘れてしまおう。熊野本宮への道が開けたんだ。今は先を急ごう、うん、そうしましょう。そうだね。さあどうでしょう、この選択は正しいのかどうか。よかった、本宮に行けるようになったよ。うん、一旦セーブしとこう。これまた一周した方がいいかな。いや、まっすぐ行きますか、うん、はい、いよいよ本宮だ。この森を抜ければ本宮大社の境内なんだよね。なんだ、もう少し熊野を回ってみたいな。何、あ、そうか、他のことはできないな。どうしよう、あ、そうか、そういうことか。そうかそうか、イベントが起きるんじゃなくて、もう少し熊野を回ってみたいなを選ぶと回るわけだ。また戻って、そうか、どうしようかな。大丈夫かな。多分大丈夫だと思うんだよな。多分大丈夫だと思うなっていうのは、要するにクロウさんルートは なさそうなんだよな、周り。他の人の絆の席を超えるイベントはもしかしたらあるかもしれないけど、うん、ちょっとまっすぐ行きますか。本宮大社で何かが待っているような気がする。
よし、行ってみよう。ここまで来れば熊の本具は目と鼻の先だな。じゃあ、俺、そろそろ行くわ。あ、え？あ、そういえば、本軍大社までって約束だったもんね。あ、そうか。忘れてた。まさみくんも本軍に用事があるんだっけ？じゃあ、早くやっておいでよ。この選択肢は、前も一回やりましたけどね。前これだっけ？これだっけ？まあでも少なくとも、まあこれは、強いて言えば、まさみくんルートに関わる選択肢だから、多分ね、こっちが一番まさみくんルートなのかな。で、断られるのかな、どうせ。真ん中にしようか。まさみくんの用事が終わるの待ててもいいよ。いや、お前らを付き合わせるような用事でもないし。じゃあ俺は一旦ここで抜けさせてもらう。悪いな。いつ頃戻ってこられるんだ。さあ、ちょっと見当つかねえな。ってことで、俺のことは待たなくていい。ここから先は別々ってことにしようぜ。そうなんだ。残念だけど仕方ないね。何、またすぐ会えるって。じゃあしばらくの間お別れだ。元気でな。まさみくんも元気でね。またな、まさみ。いい笑顔ですね。あ、またな。仲良しになったね。さあ、これは一周目と同じ感じですかね。ん？あ、来た。あつもりくんが。そうなんだ。どうしたんですか、あつもりさん。どうやら私はこれ以上進めないようだ。え？でも私たちは別に通れるみたいですよ。巫女は拒まれはしないだろう。しかしね、私はもう入ることはできない。汚れた存在だから。さあ、どういうことなんでしょうか。これも一周目で一応見たイベントですかね。気のせいですよ、もう一度。これなんかド S 湯気声だな。気のせいですよ、もう一度試しましょうって言って、ビリビリってやって。やっぱり痛いじゃないかってなりそうだな。なりそう、これ書いてなんか、親密度下がりそうな選択肢だな。一人だけ置いていくなんてできません。探しましょう。さあ、これはですね、なんだっけ。ああ。さあ、手を握ろう。え、私に触れてはいけない巫女。私は汚れていて、その、これ照れでもあんのかな。行きましょう。ねえ、ここは行こうじゃないか。すごい目が潤んでる。お、手をつないだ。ラハイルだ。通れた。よかったですね、あつもりさん。ねえ、ああすまなかった。これ一周目も同じことやった気がするけど、まあいいや。よしよし。やあ、姫君。熊の旅は楽しかったかい？お、日の江くん来た。あ、日の江くん。とうとう本軍大社まで来たんだね。棟梁に会いに来たんだろ？案内してやるから、ついといで。さあ、棟梁に会うのも久々ですね。こんにちは。そうです。さあ、ここでは、協力を仰ごうとして、ダメだったんだっけ？というわけなんです。目的？ああ、そう。源氏は勝てるのかって。前回は確かこれだっけ？陛下音量使ってるんですよ。許せません。勝てますって言っちゃおうか。なぜなら、1周目は負けるって決まってたけど、ゲーム的には2周目以降は勝てるはずだから。勝てます。陸の戦に長けた源氏と強大な水軍を擁する熊野、この二つが手を組めば平家を打倒できるはずなんです。そう、カラスたちの報告だと状況は源氏に不利なんだよね。まあ確かに。カラス、ゲゲゲの鬼太郎のなんか3期を思い出すね。あ、なんだっけ、カラスで移動するんですよね、鬼太郎。
患者のことですよ。熊野ではそう呼ぶんです。カラスたちの報告をもとに考えると、熊野の助けがあったとしても多分源氏は勝てないよ。いかんな。なんだって。クロ、静かに、どうか落ち着いてください。そう、こういう交渉事はね、感情を出しちゃいけないです。落ち着きましょう。こうして話を聞いてみても、源氏にこの状況を覆す策があるとは思えない。熊野は負ける戦に加担はできない。協力はできない。あ、今気づいたんだけど、水軍の男ってなってるね。棟梁じゃないんだよ。やっぱり棟梁は日の江君なのか。そんな。だけど平家に就くわけでもないよ。熊野は源氏にも平家にも加担せず中立を守る。まああんまりがっかりしないで。てか水軍の男の下りも一周目でやった気がしますが、まあすいません、忘れてください。気にしないでください。協力はできないけど、俺たちお客さんは大歓迎だから。うむ、ここでゆっくりくつろいでいくといい。あー、協力得られないんだよな。ここは同じなのかな、流れ。お、日の江くん来ましたね。なんだっけこれ。そんなに残念だったのか。うん、私のせいかなって、なんかセンチメンタルな気分になってみようか。私がもっときちんと説明できればよかったのかな。確かに勝てますとしか言わなかったからね。ゆめ子、もう一度同じことを聞くよ。この戦、源氏は勝てんのかい。それは、おや、あ、あれか、出やがったなってやつ。出たな。よし。いやいやいや、戦ってない。ちょっと、そう、日の江くんまだレベル上げちゃんとできてないから、鍛えた方がいい。どんな相手でも最後に勝つのは俺たちだろ。最高。なんだ、いて、そろそろ片付けようか。よし、お前は最高の戦女神だね。戦女神、すごい上がった傷。へえ、驚いたね。花のような姫君が剣を振るえばすごい使い手だなんてさ。私が剣を振るのってそんなに意外。ちょっと予想外だったけど、最高に素敵だよ。ぜひとももっとお近づきになりたいね。いいな、そんなこと本当ね、好きな人に言えたらどんなに楽かと思うけど、こんな素敵な姫君と一緒に旅できるんだ。八王も悪くなさそうだね。え、じゃあ結論を急ぎすぎるのは良くないな。俺も簡単に乗るわけにもいかないんだね。ちょっと時間遅れるかい。今日は本宮に部屋を用意してあるからさ、ゆっくり休んでいきなよ。おお、今ので協力してもらえるかもしれない。さて、じゃあ夜が来たので、ね、実況も、時間がちょうどいい感じになりましたので、一旦ね、この辺にしたいと思います。またね、引き続きプレイしてい いきますので、まあ、それは次のパートということに対したいと思います。それでは、これまでご視聴ありがとうございました。一旦ここで失礼いたします。